東口駅前ロータリー、鎌ヶ谷駅は、千葉県鎌ヶ谷市道延中央2丁目にある、東武鉄道野田線の駅である。駅番号は、TD31。新鎌ヶ谷駅が1999年11月25日に、開業する以前は、鎌ヶ谷市唯一の野田線の駅であった。相対式ホーム2面2線を有する高架駅。まご沢寄りに延伸スペースが確保されている。 高架になる前は地上駅で上下線とも単線だった。2010年度に駅構内の案内板はピクトグラムを用いたデザインに一新された。ホームにあった釣りか式駅名標と路線図は撤去され、駅名標、路線図、所要時間と一体型になった自立式案内板が設置されたほか、発車表も設置された。発車メロディは2009年2月26日から、 北海道日本ハムファイターズや鎌ヶ谷市との連携により、ファイターズ参加が使用されている。2019年度の1日平均乗降人員は22,828人である。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下表の通りである。古くからの市の中心駅であり、商店街が形成されている。鎌ヶ谷市役所は、隣駅の新鎌ヶ谷駅が、 最寄り駅である。ファイターズ、鎌ヶ谷スタジアム、千葉県立鎌ヶ谷高等学校駅出て、すぐに、タクシー乗り場がある。右京塚神社東側には、千葉県道8号船橋阿弥子線、千葉県道57号千葉鎌ヶ谷松戸線が走り、北側に約 1km 進むと新京成電鉄の八富駅があり、国道464号が走る。駅出て、すぐに、 タクシー乗り場がある。駅前にはマンションが隣立する。ファイターズ、鎌ヶ谷スタジアムへのシャトレバスバス乗り場は東口にある。ありがとうございます。